今感じるのは憎しみです。良いな、トップオブジャスティスを消すのだ。はい。ようこそ。そしてよく集まってくれ、ザ・フォースのメンバーショップ。どうしたっていうのに、まさかこのメンバーで仮装パーティーでも行くつもりか。君はいつも饒舌で感心だな。それはとって君から説明を。我々が集められたのは他でも、この後行われるドクター・アンドリュー氏実験を警護するためだ。私の会社がスポンサーだ。世界的権威であるアンドリュー氏がこの未知のディメンションボックスを調べることとなる。君の価値あるんだ。これを悪用しようとする者は必ず現れます。何もわからないままではいけない。僕からもお願いします。そこで我々ザ・フォースの出番だ。なんかよくわかんねえけど、なんでお前がリーダー感が引かしてんだよ。俺の方が強えだろ。何、喧嘩やりましょうよ。ねえ、いいんだ。外部ガズのない奴は討論させとけばいい。そうでもしないとやれ言論の自由だなんだ、うるさいだろ。なんだ父さん。トリックさん、落ち着いてください。やめろ。いい加減にしろ。やれ、お前たちが一丸になるのは無理だったようだな。君だけは警護に成立。あとは解散だ。長官。私も参加しちゃダメか。出資者だぞ。よく来てくださりました皆さん。ドクター・アンドリューです。慌てないで。この実験は世界一安全な設備のもと行っております。そして何より、ザ・フォースのメンバーからトップオブジャスティスも来てくれています。やるな、よろしく。あとは任せましたよ。私は実験へ参ります。了解だ、ドクター・アンドリュー。では装着してくれ。この人工知能を搭載した複数のアームがディメンションボックスを解剖する。なんてまがまがしい姿だ。ではこれより実験に入る。トップ、警戒しろ。ああ、任せてくれ。私の実験だ。この力があれば無敵だ。トップオブジャスティスを殺せ。ドクター、ドクター、ドクター、ドクターアンドリュー、ドクターアンドリュー、ドクターアンドリュー。
われますな。ハロー、トップオブジャスティス。なんだお前は。ドクター・アンブレラと呼ぶ。